前回のカズクラ、どうやらカズクラが噴水作りを始めたみたい。そう、あの噴水は壊すことになったんだ。神がいなくなってしまった。ただ神秘的な噴水ということで、なんかが吹き出すというわけで、ギミックを作ってやってみると、うわー、なんかいっぱい吹き出てきたぞ。さて、久々に来たらどうなってんだろう。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。実は沖縄しばらく行っておりまして、帰ってまいりました。どうも、日焼けしました。日差しが強い沖縄さん。ただね、もう一個言いたいことがある。思った以上に美味しい。食べ物が美味しいんやけど、なんか今日久々に体重測ったら、すごい1キロぐらい太ってたんやけど、どういうこと？3日ぐらいしか行ってないんやって。やけど美味しいパンケーキもあるし、美味しいお肉もいっぱいあるし、ホテルの朝食なんかもすげえ豪華やったし、普通に太ってんだんやけど。沖縄ありがとう。また太りに行くよ。ほんで今日は、あれ、え、あれ、もう噴水事業の人もういなくなっちゃったんで、噴水事業の人もういなくなっちゃってんだけど、これみんなーこれ旅立ってしまわれたん使い切りタイプみたいやね。使い切りタイプ、マジか。あ、でもこれ、ここのやつは溜まったんで、ちょっとやりますか。いくよ、スプライズ。うわお、わお、すげえすげえ。これやっぱこの気候すごすぎる。これめっちゃ取れるやん。新しい畑の時代やってきたやん。これこの畑はやばいわ。この畑いいなぁ。あとは回収をね、アレイさんにお願いしてもいいかもしんないな。なぜかっていうと、下のこれがめんどくさいこれ敷くのがめんどくさい。うん、ほんでもいいかもしれないな、これ。いや、ちょっとこれいける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 。高さ的にもいけるな。巨大畑にしてもいいかもわからん。ちょっとこれやっていけ、なんだあの豚。マットワズヒア。何これ、何、え、なんで光ってんの、ずっと。これなんか新しい、なんか何これ、神の類だよねこれ。確実に神の類だわこれ。待って、まさかまさか神の生まれ変わりではないか。ここにいらっしゃった神の生まれ変わりに違いないこれ。マットワズヒア、マットはここにいるよ、ここにいたよみたいな。なんなんだ。とにかくちょっと待って、神が帰ってきたということで、多分間違いはないだろう。神をここで安全に格納させていきます。ご安心ください。すごくいいの今作っときますんで、お任せください。あの、もう周り何にも飛び出さなくなってしまいました。アレイさんもいなくなってしまった。でも神がいる、そういうことでよろしいでしょうか。少々お待ちください。え、何この音。え、ああ、おかえりおかえりおかえり。何が起きてんの。それでなんか穴開けちゃったんだけど、一旦これちょっと埋めよう。何してんの君は。これ何、何、何、何してんだろうこれ。待て待て待て、まさか挟まってるってやつこれ。嘘だろ、ここのちっちゃな隙間に挟まってるってやつ。ちょっと待て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 、オッケー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 。ちょ、分かったけど、また挟まるから君。はい、こっち来て、また挟まるよ。どうやってやり込んだの。キュピンキュピンって落とすんだね。まあそれはそうと、今日もね、もう帰ってきたばかりだからね。カズクラ薄口先生、ただバイバイだよーということでね。さあ、というわけでいきますかね。やべ、下穴開いた。こういうことやね、まずは。はい、こう綺麗に塞がせていただきます。さあ、あとはこうね。うん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 。はい、ちょっとデモンストレーションしよう。いや、神よ。おお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 お、神、神よ。今まだまだ作りますわこれ。あとはどうしよう。いや、こんな感じはやっぱガラスでこう作った方がいいかもわからんなこれ。ここまで来るとさ、ちょっと待って、一旦これで作ってみよう。あ、そっか、ここ繋がっちゃうんだ。どうすればいいんだ。噴水みたいにペロってなるの前提でやった方がいいのか。ちょっとまずやってみよう。こういうことだよね。あ、悪くはない悪くはないだ。
あ、ちょっと上にこう割るだけでもいいんだ。あ、なるほどなるほど。こうしていただいて、なんか浮かんできた気がする。あ、なるほど。喜んでる、喜んでる、喜んでるわ。もしかするとね、初期のアレイちゃんかもわからんな、これ。行方不明になった最初の頃、そのアレイちゃんずっとあっこにいたんかもわからん。あっこでダメージを受け続けているっていうね。なんか漫画でそういうのあったなぁ、そういう漫画。これどうかなぁ。こう置くことで、ちょっとのかっこよさを出せないかなと、今。いや、無理だな。こうしても、あら、ほら、待て、戻っていくやないか、上まで。やっぱ上の、削ろ、こうだね。なんか紙を、ここに紙を格納させていただいてよろしいですか。紙いきますね。よしよしよし、紙を、そこで、あれ、紙をちょっと上で待機してください。ここで、ここで、なんだこの激ムズ、なんだいや、待て待て、これ無理かもわからん。なんだこの難しさ、これ。待て、紙を、ちょっともうちょっと、やっぱ上囲っときますわ。紙、すいませんでした。こういう囲みが必要かもわかりませんね。紙、ここの間で一回上がってみましょうか。来た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 。なんか思ったより、なんか上に、あー、来た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 。紙が安定したかもわからん。だいぶ力技やけど、神が安定したかもわからん。ちょっとブサイクだな、これ。これブサイクだよな。やっぱ4マス噴水にしてあげないとダメだよな、これ。ちょっと待ってください、今やり直しますんで。こんでどうすか。えい、やべえ、あれが乗っちゃった。まあまあいいや。なんかいっぱい湧き始めちゃった。まったく、なんでいつもあんなの。えい、よく寝た。いや、全然寝てないよ。今日もそんなにだよ。帰ってきてもちょっとだけ忙しいっていう。やっぱね、しばらくお外出てて帰ってくると、しっかりと、なんかちょっといつものような元気さ、体調悪いなみたいな。ね、お年頃っていうことですかね、私も。これで、これどうすればいい。やべ、もうなんか無敵マンになってもったかもわからん、これ。何もこういう具つけるのがないけど、そっち、もうちょっとそっちにやりたいんやけど。ほら、無敵マンになってもた、これ。どうすんだこれ。もう一マスだけこっちになりたいんだけど、無敵マンになってもたって。よし、では今から、ね、無敵マン移送計画を進める。無敵マンもこれで無敵じゃなくなる。とくと見よ、無敵マンたちを。1マスずつしっかりと押し込んでやる。待ってろよ。つか、なんなんだ君たちは。え、まずは簡単に、ピストンを置く。ピストンを置いて、えい、どこで。いや、上の部分を押し込んだ方がいいのかな、これ。待て、なんか違ったようだ。行くぞ。はい、押し込んだ。見たか、我が科学の力を見たか。ほんで位置的には完璧にはなったな。うん、あれがちょっと違うけど。よし、神も喜んでおられる。よかった。いや、いいですね、いいですね。もう周りのやつももういらんくなったかな、これで。突破してみようか。できたー。新たな神スポットの完成でございます。いいもんができたぜ。もう畑なんかもうそっちのけだもんね。いやー、というわけで薄口数倉ね。いや、でもみんなもね、ほんとに体調悪い時気をつけてくださいよ。うちは今ね、これ副交感神経が優位に働いてるという感じをね、すごいわかるのよ。これスマートウォッチはわかるのよ。副交感神経がね、ちょっと優位に、ちょっと興奮気味みたいな。旅行行ってると興奮気味なんだね。優位に働いていて、ちょっと寝つきが、でも結構ね、寝つきは良かったんだけどね、睡眠が浅いとかなんかちょこちょことあるみたいなんでね。これ副交感神経高めて、いや、高めちゃダメな、副交感神経を、なんかわからんな。うん、あの、ちょっと抑えめに、頑張っていこうかと思います。いやー、ほんと体が大事よ、体が。というわけで今日はこんなところで、また皆さんお会いいたしましょう。みんなも光る豚を見つけたら神と崇めてください。じゃあのー。